こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今回は医師が診断書を書いてくれない時の対応について話をしていきたいと思います。どれだけ粘り強く医師と交渉したとしても、この程度の障害では障害年金は認められないので診断書を書かないという医師もいます。また日常生活状況に対する見解が医師とうつ病者本人とで食い違っていて、修正を依頼しても応じてもらえないこともあります。医師法第19条2項には診察もしくは検案をし、または出産に立ち会った医師は診断書もしくは検案書または出生証明書もしくは死産証明書の求めがあった場合には正当な事由がなければこれを拒んではならないというふうに定められています。診断書の作成を拒む医師に対してはこの医師法第19条を根拠に作成をお願いすることもありますが、必ずしもうまくいくとは限りません。そこで診断書を書いてもらえない時の対応です。どのようにしても診断書を書いてもらえない場合は受診している医療機関を変更するというのが一番の近道です。医師の数が多い病院などでは主治医を変えてもらうというのも選択肢の一つです。医師が変わった場合うつ病者の状況を把握するのに時間がかかりますので、すぐに診断書を書いてもらえるというわけではありません。しかし診断書の作成を拒み続ける医師に引き続きお願いするよりかは進展があると思います。また診断書を書いてもらっても内容が本人の状態を適切に反映しておらず修正を求めなければならないこともあります。しかし診断書の修正に全ての医師が応じてくれるわけではありません。診断書の修正に応じてくれない場合は2つの選択肢があります。1つ目は診断書を書いてくれない場合と同じように医療機関や主治医を変更することです。2つ目は診断書はそのままにしておいて病歴、就労状況等申立書で詳しく障害状態を記載することです。しかし診断書と矛盾があると年金事務所は否定的な判断をすることがあるのであまりお勧めできません。うつ病者やご家族が現在の医師に治療を続けてほしいという強い希望がない限りは障害年金の観点からは主治医や医療機関を変更して診断書を修正してもらうことをお勧めします。